家電民らによって荒廃した朝鮮の萩山家電民はかつての朝鮮半島に存在した焼き畑農業を行う農民の一種である。李氏朝鮮のイラチ連中級によって生活が困難になった農民が管理の手薄な山間部に分け入り、焼き畑を行ったのが家電民の起源である。朝鮮では古来より山野は虫鉱山と呼ばれ、 地元住民による一種の入会権が認められていたため無断解墾は罪とならず森林破壊の害が顧みられることもなかった。19世紀末期までに朝鮮半島南部にあった森林はオンドルの焚木供給源として過剰伐採され大半がハゲ山と化していた。そのため家電民はそれほど森林破壊が進行していなかった。 朝鮮半島北部の山林を中心に活動していた。朝鮮総督府では地産事業の一環として家電民対策も行うことになった。各道庁に担当の部署を設け家電民500個を単位とする山の指導区を組織し一般の農業や落農の技術指導に当たった。また平野部から進出する氷菓子が家電民の切な的生活を促進していたため、 それらの締め出しも合わせて実施した。1945年の日本の敗戦後、大韓民国では植林とともに家電瓶の定住化が図られたため1980年代までにほぼ消滅した。しかし、朝鮮民主主義人民共和国においては、火星と食糧難から現在も続いているという。ありがとうございます。